戦車に乗るクーフランとロイグ、ディーマレー・スミス、1894ロイグマク、リアン・ガブラは、アルスター伝説に登場する男性、ライグ、レイグなどとも、ロイグという名前は、子牛の意味を持つ。クーフランの業者で、漁者の王とも言われる。ロイグの用紙については、物語、エウェルへの求婚にて詳しく語られている。 それによると、非常にスレンダーで、明るい赤毛を生やしたそばカスの男性であったという。ロイグは、クーフランの愛馬、リアとマハと、トゥブサングレンの二頭立ての戦車を巧みに操る、巨車であった。また、超自然的な力も有しており、魔法をかけて、戦車を見えなくすることが可能であったという。ロイグは、クーフランの相棒として、友のピンチを幾度となく救う。 ロイグの最後は物語、クー・フランの死にて詳しく語られている。この物語では、無敵のクー・フランが彼を逆恨みする、者たちの企みと魔術で、月収をおかしい命を落とす様が描かれている。当時のアイルランドには、詩人に対して何者をも惜しまないという、ある種の掟きがあったが、カリブレの息子エルクはこの掟きを逆手に取り、クー・フランの槍を奪うことに成功する。そして、 クー・ロイの息子ルガズは、王はこの槍で落ちると叫びながら、クー・フランの戦車目がけ槍を投敵し、御車の王、ロイグを貫く。ロイグは、傷を負ったと言い残し、クー・フランに見取られながら絶命した。アイルランド語による初期の散文に、クー・フランの幽霊戦車という話がある。聖パトリックによって蘇ったクー・フランが、タラの上王。 大ガレマククリューさんをキリスト教に回収させようとする話だが、この物語にはロイグも登場し、二人が死後も共にあることが伺える。ロイグが登場する部分の内容は以下の通り。それは戦車の幻だった。そして灰色と黒色の馬が足並みを揃えて戦車を引いていた。その戦車の中には有名な二人が乗っていた。すなわち、 クフーリンとその御舎とが乗っていた。二人はとても大きく見えた。巨人のように見えた。そして世にも稀な立派な武器を持って身を固めていた。安美年を世界神話伝説大系、41アイルランドの神話伝説 P294P295 一時資料二次資料。ありがとうございます。